こんにちは。宝箱ミッションが始まってました。今回はいつもより遅かったね。だからシャドバが楽しくてデッキがどんどん作れたわけだよ。勝っても負けても大して痛手じゃないからね。せっかくミッションは遊んでるだけでいいレベルになったんだし、宝箱も同じ感じにしてくれてもいいのよ。勝ちで2ポイント、負けで1ポイント、合計10ポイントで宝箱が出るようにするとかね。それだと連続リタイアになるじゃんって思ったけど、人間の心理的には意外といけるんじゃないかと思ったりもしてるよ。だって勝った方が多くポイントがもらえるんだから、相手のリタイアを待った膠着状態が生まれるでしょ。それに相手は宝箱を開けるために勝つ状態かもしれない。じゃあ結局ちゃんと戦わないといけないってなる。ならない？それでも10回爆速リタイアするやつは増えるか。じゃあしょうがないね。おとなしく勝たせてもらいます。ということで今回は秘術ウィッチ。前期から普通に強くて今回でパワカも導入されたこのおじく。なかなかにパワフルだね。特に先4ののとかずるでしかない。ある程度手札が回ってれば先行で負けはほぼないレベルだね。だからこのデッキ、ほぼ火力だけに寄せました。ライリーも今回はお留守番だよ。ちなみにプレデターゴーレム君はずっとお留守番。とにかく盤面に土を出せるか消費できるかの2択でしか考えてない。シンプルでいいでしょ。だから令和に珍しくエーテルは安いデッキなんじゃないかな。スペコンと幻想獣だけだからね。最悪この積乱雲に気もいらない。レビの方が火力的には上になったからね。ってことはあれか、ライリーとか採用したっていうに勝つデッキの場合、グレートマジシャンが逆に採用できるかもしれないのか。8ターン目にレビとセットで使えるってことでしょ。秘術の唯一と言ってもいいのが進化剣。ちょっと長くなるとそこがネックなんだよね。それを補えるかもしれない。今度試してみよう。結論的には火力でいいじゃんになりそうだけどね。ついでにバーンダメージで20点出す計算を今のうちにやっておこうかな。地味にアルバハエルフ増えてて困ってるだよ。でも上からぶち抜けばそんなの関係ないし、そこで輸液を感じたい。スペルウィッチでもいいけどね。じゃあそこを基準にするならやっぱり8ターン目に20点計算をしないといけない。まずはアシストゴーレム2枚で12点だとするでしょ。あとはグレン2枚で6点。これじゃ2点足りないね。惜しかったね。守護がいなくて体力がマックスじゃなきゃ倒せてたよ。でもスペルウィッチでいいじゃんとはならない。秘術相手に体力を維持するのは難しいし、スペコンと幻想獣もいるからね。やっぱり結論は火力。火力こそパワー。そういうことだよ。じゃあセブンズフォースソーサラーは最強なのかって聞かれても困ります。でも雪島は最強。メタトロンも来ちゃったしね。そんなこんなで火力イズパワーでした。大したものだ。パワー。ちなみにデッキはこんな感じ。アルケミストを了解にして、最悪1枚引ければいい幻想獣を減らせばさらにお安くなります。エコだね。でももうミッションは自分の最強デッキでいいから関係ないのか。最強デッキの伝道師としては職を失った気分です。これからはネタに行きます。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。